曹操は関東に袁紹の大軍を破り中原の覇権を握る。この結果は天下に曹操の名を今一度大きく轟かせた。一方袁家では袁紹が後継を定めず没したため混乱が生じていた。袁紹の息子袁譚、袁起、袁紹は足並みが揃わずひたすら逃走。ついには北の果て異民族右岸の地である白狼山へと至る。この時関との戦いから実に7年もの月日が経とうとしていた。時勢の変化に曹操陣営内では南の諸侯を警戒する声も上がる。しかし各家はこれを一蹴、後の憂いとなる袁家の根絶を主張した。曹操はその言に大いに賛意を表し、各家に追撃戦の指揮を委ねる。己の命を燃やすかのごとく軍を進める各家、その姿に彰子もたぎる。曹操、張良、各の知遇が白狼山に禍根を断つ。乱世は打算で渡るもの、過分か登場。名族袁家の子息たちが誇りも外聞もなく逃げ惑うとは情けない。これ以上は生き恥というもの、この張文彦が引導を渡してくれん。この戦は各家に一任してある。わしはこうして時を待つだけよ。各家の英知は乱世の中で大きく花開いた。あやつこそ我が軍随一の軍師と言えような。やれやれ、随分と逃げ回ってくれる。名族とは意外にしぶとい。袁譚、袁起、袁紹、袁紹の息子たちは山にこもっているようだね。彼らを全員討ち果たし袁家をついえさせる。禍根は断っておかないとね。その通りだが、角家殿、あんたはおかしい。顔色も声もやさ男の艶が抜けてるじゃないか。心配には及ばないよ。曹操殿のためになすべきことをなす、それを貫くだけだ。私は変わらない。そうか、では俺もまた変わらずあんたを支えよう。ああ、共に曹操殿の道を描こう。ではそろそろ行くとしようか。ここで袁家の命運を立て、大軍白狼山へ侵入せよ。三兄弟は山登りを決め込んだが、遠征の我々には遠慮願いたい展開だね。長兄の袁譚の影は連携は乱れるはず。これでどうかね。まずは山から巡り出すため、麓を抑えよう。よくやった。この働きすごいで。
が無理。策の出番もありません。背面の安全を過信している。かく、あなたと曹操殿は表から攻める。私は長領殿と裏へ回り、敵陣の背中を突く。勝利は見えた。今こそ敵陣を蹂躙せよ。どうも角下殿の様子がおかしい。おっと、味方とはぐれたか。かやる。
ってくれるわ。今なら西側がガラギだ。つついたら面白いことになりそうだね。突出すればどうなる。思って知るない。私の知略が破れようと。液晶打ち取った。見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくるか。来い、我が治癒で葬ってくれるわ。こんなやり方もある。世話をかけるね。首相だね、カクカ殿。こっちは恩を見て満足で。よくやった。どうだ、ぬぬか。その働き、覚えておる。さあ、来やがれ。お前なんか一ひねりだ。見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。戦は知略でするもの。追い知るがよい。これでようやく炎家との戦も終わるか。炎章よ、お前の子供たちは無様ながらもしぶとく生きたぞ。終わったようですね。おい無理をするな、カクカ。誰か馬を持て。はっ。曹操殿。うん、申せ。陣に戻ったら宴を。